何かアドバイスだったり提案があったとして、うん、その通りやんなきゃいけないわけじゃないと思います。ね、吉野君だったらこうするよっていうのを聞けてよかったなっていうだけでも十分だし、うん、それがいいなと思ったら本番そういうふうに変えてもいいと思うし、メロディーはあかりが書いて、歌詞を2人で書いて、自分たちの高校生活を振り返る曲をそれぞれが書いて、2人の、まあ、パーソナリティというか、うん、真面目な感じとか、ちょっと恥ずかしいというかね、そういうところを良さでもあり、まあ、そこがだから多分その、まあ、今後その曲を歌ってそれをこう聴いてもらうっていう面ではなんか一皮むけるといいのかなっていうのはあるけどね。それをどうやってこう表現していくのかっていうところが、あの多分それは自分の音楽というか自分の出し方というか、本当の自分は本当しか知らなくて、だけどアウトプットされた自分はちょっとなんか自分が思ってる自分より一個なんか壁の中にいて、空が薄くなくなってきた、ゆらり揺れることがあってもずっと、もうこの幸せな夢を見た、あ、空が薄暗くなってきた、ゆらり揺れる心地いいバスの中、幸せな夢見たんだ、美味しいシチューを食べる夢っていう、もうこの2行だけでなんかもっと知りたくなるっていうか、こうなんかもうとにかく多分世の中、まあ、それは多分ね、そういう年代っていうのもあるかもしれないし、自分へのストレスがただ単に世の中に向かってるだけなのか分かんないけど、でもそれを例えばノートに書き殴ったりとか、もうなんか汚い言葉を全部ノートに書き殴って吐き出して、それはそれで誰かを救えると思うんですよね。でこういう歌詞書くところが私の良さなんだって多分知らなかったと思う、うん、自分で。でもあ、そうなんだってなるじゃん。じゃあ私に何ができるんだろうっていうのをまた違う角度で自分を見れるじゃん、うん、でそれのきっかけを与えてくれるのが大人っていうのが一番いいんだと思う。でそういう人っているんだよ、うん、だから会いに行った方がいい。でも会いに行くにはどうしたらいいかって言ったら、自分発信で頑張ってないと会えないので、じゃあ10月見てもらった時にまた違う話ができたらいいねって。でもなんか自分にとって気持ちいいものとか、自分にとって居心地のいい場所に今はあんまり いない方がいい、まあ、もう歌を目指すならね、どんどんもう勘違いしていくっていうか、自分は天才だと思い続けて、もういろんな他の人のライバルたちをもう押しのけてうわーっていくべき時期だと思うから、なんかいっぱい曲書いて頑張ってほしいなっていうのは感じたかな、うん、ありがとうございます先生。ありがとうございました。